斉藤さん2いいぞ匠目指せ金メダルって桐谷美玲演じる山内麻也が息子の匠を声援、うん、まあそれにしてもあの逆立ちなかなかお見事、はい、まあ演じてるのが橋本涼ジャニーズジュニアだけあると、うん、ですごかったですけどね、うん、まあ、ジャニーズやったらあれぐらい当たり前かなっていう部分もあったりするし、うん、できて普通やっていうイメージがあるんでね、うん、まあ、バク転とかバク宙とかが当たり前じゃないですかできへんのって渋谷会ぐらいかなあいうようなイメージなんでね、うん、ちっちゃい頃からやっぱりそれなりに練習してて、うん、まあ、あれぐらいのことできて、まあ、役どころでもああいうのに使えるっていうのがね武器になるのかなって、ね、うんうん、ちなみにあの体操の先生役は池谷幸雄、うん、大阪清風高校出身で、はい、育ちも大阪市淀川区ということで、うん、大阪人には馴染みが深いんだけど、そうですよね、まあ、オリンピック出てありますからね、うん、そうそう、じゃあほんまにすごい人ですからね、そう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 、うん、なんかどうしてもちょっと関西人ということで、うん、おちゃらけっぽく見えますけれども、うん、あの人がほんまに教えたらあれぐらい簡単にできそうな気もするし、うん、で、うん、実際にねあの体操教室を開いてるから、はい、まあね芸能活動とかね、うん、それから選挙に立候補したりなんかもしたけど、はい、言うても体操協会の理事だからすごいですよね、ああいう風なドラマの出方喜んで協力っていうことなんだろうし、はい、まあこれでね体操に興味を持つ小学生が増えてくれれば言うことなし、日本体操頑張ってますから ね、うん、でところでジャニーズジュニアの橋本涼といえば2000年生まれの12歳、はい、2009年にジャニーズ事務所に入所、うん、尊敬する先輩はカトゥーンの亀梨和也と滝沢秀明、はい、で実は5年前の斉藤さんパート1でも第5話にゲスト出演、ほう、ただあの時の幼稚園児がそのまま大きくなったっていうわけではなく、はい、今回は全くの別人ということで、まあ、世の中には似てる人が3人いてるって言いますからね、うん、で考えてみれば橋本涼この時はまだジャニーズに入っていなかったんで、はい、いわゆる子役としても頑張ってきていた、うん、でそれが亀梨和也に憧れてジャニーズの入所っていう風に至ったわけで、まあそれこそね才能を持っていたからすんなりオーディションにも合格したんだと思うんだけど、うん、すごいですよね、うん、まあそう考えたら子供の才能を伸ばしてやるっていうのもやっぱり親の務めなのかもしれない、そうですけれどもね、うん、まあドラマであったようにね、うん、子供のやる気が問題だと思うので、うん、やる気がないのに無理やり活かしてても伸びることないと思うんですよね、うん、でただ難しいのはね、うん、僕も日本拳法ちっちゃい時からやってて、うん、嫌じゃなかったんですけど、うん、やっぱ遊ぶ方が優先で、うん、でどうしても息汚い日もあったりするし、うんうん、そうなると公園で遊びながらね、うん、最後は水で道着濡らして家帰ったりとかそういうのもしながらも、でもまあ自分でやめたいって言えへんかったから、うんうん、続けてこれたというか、うんうん、そういう理由かなと思ったりするので、うんうん、まあ何でもねやらすのはいいと思うんですけれども、うん、本人やめたいって言うたらもうそれ以上やらしても仕方ないかなっていう気はするんですけどね、うん、そういう意味では酒井若菜演じるお母さんもなかなかいい親というか、そうですね、うん、でまあそれにしても、うん、地域の行事でプール掃除、あれを単に掃除をしませんかっていう風にねボランティア活動みたいにしてしまうとなかなかねすんなり入り込めないかもしれないけど、うん、まあついでというかなんというか、うん、でその時にヤゴとかを捕まえるのが楽しみ、うちの子供も1年生の時に取ってきてましたよ、うん、でなんかみんなで育ててて、うん、トンボになったって、まあ、ほんまドラマと同じような感じでね、うん、喜んでましたし、うん、でそれまでに別にその辺に虫に興味あったわけじゃないんでしょうけれども、うん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 、でもヤゴがトンボになんねやっていう、えらい自慢してましたからその部分ではこれ理科の勉強にもなると思うんでね、あれはあれでええと思うんですけどね、うん、うん、でまあね今でもねそういう地域での行事っていうのは結構残ってるというかね、はい、そうですよね、うん、でそんな斉藤さんには今回もあの方からメールが、はい、先日初めて東京ドームで野球を見たところ、試合開始前にオーロラビジョンに斉藤さんが登場しました、そして野球観戦はルールを守って楽しんでくださいという一言についつい姿勢を正してしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。斉藤さん2第4話、今回は夏休みらしくプール掃除や観察日記が登場するお話でしたね。それにしてもヤゴくらいはいたとしても水カマキリが取れるプールなんてかなりの田舎ではないでしょうか。なのにそこへ大阪弁の柄の悪い清掃業者が絡んでくるというのもかなり大胆な設定です。パート1の時よりもかなりヤバい人たちに斉藤さんが立ち向かっているように見えてきます。ヤバい人たちに立ち向かう女性を描いた映画といえば2004年に公開されたベロニカ・ゲリンを思い出します。もちろんタイトルは主人公の名前です。たった一人で麻薬組織に立ち向かい実態を暴く記事を書き続けたものの最後は暗殺されてしまったという女性ジャーナリストの戦いを描いた実話の映画化です。
公開当時何の予備知識もなくこの映画を見ました。正義感とペンを武器に悪い奴らに立ち向かうベロニカ・ゲリンの颯爽とした姿にぐいぐい引き込まれてしまいました。強く生き方がかっこいいのです。演じたのはケイト・ブランシェットです。エリザベスやロード・オブ・リングなど派手な作品が多いのであまり取り上げられる機会のない作品ですが、私自身は彼女のキャリアの中でもかなり出来栄えのいい作品の一つだと思っております。映画では命を失うところまでが描かれています。実際にはその後彼女の暗殺をきっかけに麻薬関連の大物たちが次々と逮捕されました。そして法律も大きく変わりました。いくらなんでも斉藤さんが暗殺されるということはないと思いますが、身の危険を感じる場面も多いので、その収集をどのようにつけていくのか見守っていきたいと思います。はい、もう大阪弁には気をつけましょうということですねこのドラマでいくと。でもあの清掃業者が出てきたということになると、うん、その息子を演じている前田前田のお兄ちゃん、はい、出番は一回こっきりじゃないということで。そうですよね、次回予告で出てましたもんね、うん、何はともあれ斉藤さん2これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、うん。